キンプリ平野紫耀仕様の謎バジに込められた隠れたメッセージ。ジャニーズアイドルグループ、キングピンスのメンバーである平野紫耀仕様が3月14日に放送された桜井有吉座夜会に出演し、驚くべきエピソードを明かした。しかし、ファンたちは平野の衣装に注目し、特に左胸につけられた白いバジに謎を感じているようだ。 これらのバジに込められた隠れたメッセージについてファンの関心が高まっている。この記事ではその謎めいたバジにフォーカスしファンの反応や予想に迫っていく。平野紫仕様の驚きのエピソード。平野紫仕様は桜井有吉座屋会に出演し過去のエピソードを披露してスタジオを沸かせた。中でも中学時代に校舎からトラックに飛び降りて移動したエピソードや 自宅のトイレにストーブやトーストを置いて友人と会話するなど驚きのエピソードが続々と明かされた。その一方でジャニーズのコアなファンは平野の衣装に注目していた。謎の白いバジが話題に。平野が番組に登場した際、彼の衣装には黒いシャツにベージュのジャケットが組み合わさっており、その左胸には無地の白いバジが2つ付けられていた。 これに対してファンたちは、最近のメンバー全員が同じような白いバジをつけていることに気づき、その意味や由来について興味津々だ。視聴者からのコメントには、ねえまたつけてる。若い人の間で流行っているのだろうか夜会でも胸に白いバジをつけてました、ね。そろそろバジの詳細を知りたいです。t v ライフの時と同じ白い缶バジみたいのつけてるよ。 用君がつけている和のバジ一体何なんなど、真相がわからずに困惑する声が多く寄せられている。また、一部のファンは他のメンバーである岩橋玄樹へのメッセージではないかと考え、期待や憶測も飛び交っている。白いバジの共通性に迫る。白いバジが最近のメンバー全員によってつけられていることが判明し、 これには何か共通の意味や理由があるのではないかとの期待が高まっている。3月に発売された雑誌、DV ライフやザテレビジョンカラーズのグラビアでも、平野は同様のバジをつけて登場しており、これが単なる偶然ではないことを裏付けている。さらに番組の公式ツイッターが投稿した予告動画でも、 平野が左胸に白いバジ2個をつけている様子が確認できる。これが単なるスタイリングの一環なのか、それとも何か特別な意味が込められているのか、ファンたちは知りたくてたまらないようだ。ファンの反応と予想。ファンたちはこれに対して様々な反応を示しており、バジの謎めいた意味について予想を膨らませている。一部のコメントでは、 絶対玄樹に関係あるや、玄樹君が絡んでればいいなからって勝手に思ってるんだけど、など現在芸能活動を休止している岩橋玄樹への何らかのメッセージではないかと考える声も多く見られる。もし岩橋に対するエールやサポートの一環であるならば、それはファンとしては心温まる話となるだろう。 ジャニーズアイドルグループ、キングピンスの平野紫耀が着用する白いバジにまつわる謎めいたエピソードがファンたちの興味を引きつけている。彼が最近の番組や雑誌グラビアで一貫して着用しているこのバジには何か特別な意味やメッセージが込められている可能性が高まっている。これが単なるファッションの一環なのか、それとも他のメンバーへのメッセージなのか、 今後の展開がますます注目される。ファンたちは興奮と期待を胸に、キンプリメンバーたちの活動からさらなる情報を待ち望んでいることだろう。平野の謎めいたバジがどのような意味を秘めているのか、ファンと共に解明していくことが今後の課題となりそうだ。